どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はアップデート来ちゃいましたね。マムタロトが出てるみたいです。一人でちょっと行ってみましょうか。はい、どんな感じなんでしょうね。なんか制限時間があってそれより早く行けばいいんでしょ。え、ちょっと待って。おお、地図はもう丸見えなんだ。マムだ、マムタロト発見。でかいね。よし、後ろ取れた？取れてない。いやでもまあまあとりあえず行きましょうか。なんかパワーで攻撃してきそうだから。違った、テクニックかい。いきなりミス。おーおー、まあまあ攻撃力としては相当大したことはなさそうだね。あ、何回かこう逃げていくのか。もしや逃げていくかもしんないね。はい、ありがとう。どうだ。あー、でもそこそこ耐久力はありそうだな。耐久はそこそこありそうだよ。弱点が分かんない。多分剣だろうけど。あ、ここはこのままでいい。全体攻撃、そこまでダメージはないね。大丈夫だ。いや、待って、あ、転がらないんだ。おお、今からが本気。これはだいぶ20分以内じゃこれ難しくないか。20分以内難しいな。ちょっと待って、多分剣でしょ。眠ることはないと思うけど、眠ることはないと思うけどね。あ、倒した、一応倒したわ。逃げた。これ20分ぐらいで倒すのって難しくない？ライゼを発見する前にマムタロト発見した。まあまあとりあえず攻撃していこう。 HP がわからないことにはねちょっとやりにくいから。剣だな、やっぱり。体もちょっと続いてみよう。ワオ、違う、なんだろうね。剣で行ってみるか。普通にね、普通に剣で行ってみましょう。テクニックで大妻、あ、二人だね。でもやっぱこいつをさ20分とかそこいらで沈めるのってこれ相当難しいぞ。沈まないもん。おい、これはきつい。いやもうすでにもうね5分ぐらい経ってるんで、わあ、めちゃくちゃ痛い。いや、こっちの携帯になっていくとそんなに時間かからずにいけるとか、どうなんだろう。とにかく急げ、30分以内ではねなんとか倒しきりたい。うわあ、ワンパンじゃん、ワンパン。よし、頑張ろう。とりあえず、あ、いや待て、
相方を待とう。相方をたまんと待っちゃおう。うん、よっしゃ。でダブルでいこう。うん、いくぞ。大角から、多分このデカさだから転んじゃうことっていうのはないんだろうね。ダウンはなしか。絆技で、おお、そこまで減らない。とんでもないな。じゃあでもこいつの素材で作れる装備が楽しみだから、すごいいいのが多い。結構痛いぞ。よし、ナイスナイスナイス。しっかりと弱点ついていかないとこれうまいこと倒せないな。20分以内とかではもう特によ。まず厳しそう。なんだこれ、パワーか。ラギアの、おお、やばいやばい、俺もかい。結構強いぞ、想像以上に強い。ちょっと待って、相方がやられるとこれもう終わりだから、ちょっと気合の塊で回復してあげよう。うん、このアニメーションをオフにできたらいいんだけどな。できないんだよね、この共闘クエストとかでは。これでだいぶ時間が来るんだ。もうちょい、もうちょいで角破壊いくぞ。うん、あと10分、マジか。負けてるじゃん。うっそ、ま、マジでか。ちょっと勘弁してくれ。あー、ほんと強いな。いや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 、うん、まあ俺もちょっとそれで行くしかねえな。いやー、ここまで強いとは思わんかった。いや、実際舐めてたよ。おお、よし、オッケー。バカ、なぜそこでそういう攻撃をしちゃう。ちょっと、あ、まあまあ普通に俺も攻撃を入れるか。体がなんだ、剣でいいのか。オッケー、正解。よし、ナイス。バカ野郎、もう通常攻撃してくれ。クリティカルありきでしょうよ。よし、あーやばいね。天のイニシエいいね。俺もちょっと回復するわ。いや、その前に時間が本当にない。時間が、はい、よし、あっぶねえ、危な、ナイス、いっちゃってよ。で俺も、あ、でももうあっち瀕死だ、瀕死瀕死。でもこの後ライゼがいるんだよね、まだ。ライゼを倒しきってようやくクリアっていう感じだから。よし、
まったでしょ。溜まってないのか。あ、倒した倒した倒した。とりあえず倒せた。あとライゼ、いやー時間かかる。マムはね、ほんと属性とかをしっかりと弱点ついていかないと、うん、高速で倒すのちょっと難しいわ。終わりだー。これでフィニッシュ。倒しきったらば終わりだよね。そこで時間止められるでしょ。いやー金取るの難しいわ。難しいね。さあ何分だったクリアは。26分31秒。26分か。ゴールドは20分以内。すごいね。20分以内か。厳しい。ではですね、今日はとりあえず、一度マムタロと行ってみました。20分っていうのが、ボーダーラインみたいだけど、これ装備をしっかり改めてこないと難しいね。はい。まあまあ、またね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。